今日は2019年11月6日1時37分ですね。今日の朝日新聞の一面には、アメリカがパリ協定を脱退します、国連に通告しましたという話ですね。ご承知のようにパリ協定というのは温暖化対策のための温室ガス CO2 ですね、炭酸ガスの排出することに関してのルールを決めたものなんだけども、それぞれの国にどんだけなるべくどんだけ以内に排出ガスを抑えてください、そのためにやれることをやってくださいというふうに、決めた協定なんですね。でそれに嫌だというふうに、トランプさんがアメリカそこから抜けるというふうにトランプさんが国連に通告しました。どういうことかというと、そういう協定に入ってたら自分の国で炭酸ガスを発生する、車とかいろいろあるんだけど、とりわけ企業だよね。企業がいろんな燃料を燃やして物を生産する、その時に炭酸ガスを排出するのを減らせと言われると企業の経営がうまくいかなくなる、金稼げなくなる、そんなこと言ってるね。不公平な経済的自由化を課しているって言うんだね。だからこのアメリカがこの協定から抜けて炭酸ガスを出し続けますよというのは経済的理由だってことなんですよね。ここを踏まえなきゃいけないよね。で現在において、世界第2位のこの CO2 温室効果ガスというふうに言われてますけども、そこの排出国一番たくさん出しているのが中国で、2番目がアメリカです。でこんだけいっぱい出しているところが、じゃあ自分のところも減らしますよというふうにやって減らしてくれないと、全体として減るわけないよっていうのは一般認識として当然あるわけですね。いや困ったもんですわな。このパリ協定というのは国連気候変動枠組み条約という、この別の名前の条約があるんだね。その条約に加盟している国が197カ国あって、その中の187が批准してますよということは、だから10個を除いて、この国連気候変動枠組み条約という条約、だからパリ協定とは別にこの国連の中で条約があって、これも結局は目的は同じでしょうね。この辺の関係性というのがいまいち頭に入ってないんだけれども、私はこの条約の方が上なんだろうね。で条約からは抜けないので、来月スペインで開かれる COP25 というのはこの条約に関する会議なんだね。その会議にはアメリカも来て、話はしますよって言ってるってことですな。球面にはこのアメリカのことが書いてあって、このトランプさんみたいな考え方っていうのはバイブルベルトの人たちだろうな、要するに右派の人たちには人気があってですね、
ケンタッキー州の集会ではもうトランプさんがえらい受けてますよって話で、それに対してトランプさんは共和党だけども民主党っていうのはとんでもない話だって言って、民主党の今度大統領選挙が来年あるんだけども、それに立候補する人じゃあみんなこのトランプのこういった姿勢には、まあ、批判をしていて、発表でちゃんと守んなきゃダメだって言ってる状況ですと。だからまあ簡単に言ってしまえば、もう今の共和党っていうのはもう自分たちさえ良ければアメリカファースト、もう世界全体がどうあるかっていうよりも自分たちが良ければいいんだよっていうような人たちの集団に見えちゃうよね。考え方が、まあ、このパリ協定離脱というのはまさにそれですよね。地球全体が温暖化するかどうかなんていうのはようわからんからどうでもいいよ。とにかくそんなことで言って、その排出ガスを規制されたら会社が儲からなくなっちゃって、アメリカの経済が悪くなるから、そんなことを受けるわけいかねえんだ、当面貧乏になりたくねえんだ、そういうことで物事を判断する人たちなんでしょうなということですよね。まあ前のオバマさんが大統領の時にまさにこれをアメリカも参加してちゃんと温室効果ガスを減らしましょうという運動をやっておったんだけども、そこからもう完全に変わっちゃいましたってことだね。と言わざるを得ないというふうに書いてある。19世紀半ば以降、人類の活動で出た CO2 の実に4分の1がアメリカから出て、他のどの国よりも上回っている。今は中国が一番だけども、これまでの歴史的な産業革命以降の人間がどん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  CO2 を出すようになって以降、一番出したのはアメリカですよとここに書いてありますね。でこれを離脱をとどまるように国際社会がアメリカに働きかけることが重要だ。で、まあ、この役割を日本で担っているのは小泉さんの息子 の、 あの小泉環境省、おそらくトランプ大統領に考えを変えるように促しても不可能だと思うと。でもまあ社説としてはもう不可能なんて言わないで、あんたちょっとまずいよ、その考え方変えなきゃ大変なことになるよというふうに説得しなさいっていうんですな。そういうことですけどね、まさにね、このパリ協定がアメリカから離脱するというのは企業によるですよ。企業のエゴイズム、自分たちさえ儲かれば、人権侵害をやっても、たとえ地球が温暖化であちこちに災害がどんどんひどくなって人が苦しもうとも、とにかく自分たちの企業が儲かればいいんだという企業のエゴイズム、正義感の欠落、まさにその表れですよね。だからまあ身近な例で言えば子どもたちのいじめ自殺も企業の中で思想心情を理由とした差別なんか昔から行われてきて、いじめなんていうのは当たり前、まあ、今でこそパワハラだなんだろうって問題になっててなってクローズアップされますけども、大昔からもう企業の中でいじめというのは続いていて、そして日本の社会の中にはそういうことをやってもいいんだという伝統が私は根付いていて、正義感の欠落社会、いじめ容認社会というのが出来上がっていて、そしてその一つでクローズアップされるのが子どものいじめを苦にした自殺問題であると思いますよね。そして大きな地球全体の規模で考えると、まさにこの温暖化問題に関しても企業が自分たちの金儲けをやりやすくするために政治家を動かしてですよ、トランプさんを動かして、まあ俺たちはボンボン炭酸ガス出して、やるよ、そんな地球が温暖化してハリケーンがでっかくなるっていうのは迷信だなんて言ってるわけですかな。
そして原子力発電所の問題もまさにそうです。それによって金儲けできる人たちがたくさんいるからね。私繰り返し言ってるけども、あの原発に対して誰かがドローンぶち込んだら人類壊滅しますよと言うけども、不思議なことにみんなはそれを議論しないで考えない、まあ、企業の思惑通りに人類の思考形態というのがコントロールされきっちゃっているという恐ろしい状態でありますけどね。ああ、そういうことですけどね。ということで今日これぐらいしておきます。